こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。なでしこジャパンは北朝鮮代表との試合に勝利し、パリオリンピックの出場権を獲得した。これは日本女子サッカーにとって大きな出来事になりましたね。未来を閉ざさなかった意義は相当大きい。そして最終予選の相手となった北朝鮮代表は強かったですね。意外と言っては失礼かもしれないがラフプレイは少なめだった。ただ明らかにそのプレイはどうだ?というものもあったがな。相手側にとっては VAR がなくてよかったんじゃないですか?その件についてだが、試合終了後、監督記者会見が行われた時に触れている。その記事を見てみましょう。北朝鮮、李監督、VAR が導入されていれば、判定に不服そうな顔、釈然としない部分もある。パリオリンピックアジア最終予選、日本2対1北朝鮮、女子日本代表なでしこジャパン、FIFA ランキング8位が北朝鮮、同9位を2対1で退け、パリオリンピック出場権を獲得した。北朝鮮のリュイル監督は VAR ビデオアシスタントレフェリーについて言及した。この日の試合を通じた判定について、もちろん主審の判断を尊重します。しかしながら本日私どもにとってはアウェー戦ということもあって、ややホームである日本チームに偏ったかばうような判定が少し見受けられたのではないかと思うと不服そうな顔。さらに、道徳的にも倫理的にも、本来であればアウェーで戦うゲストである私たちに対してもう少し尊重してくれる判定があってもよかったのではないかと思います。ある部分釈然としない部分もあるとした。前半終了間際にゴールキーパー山下彩香がゴールラインギリギリでボールをかき出した場面や、ペナルティーエリア内で手の付近に当たったように見える場面があったことからか、公正な判定のためにはやはり VAR が導入されればいいかと思いますとコメント。VAR を導入する、しないよりも、今回は非常に重要な一戦だったので、試合に臨む姿勢そのものが重要であったのではないか。とした上で、ただ技術的に VAR が導入されていれば、大きな助けになったかと思います。と話した。相手にとっても VAR があった方が良かったんですかね?有利不利ではなく、本来であればこのような国際大会であればすべからく導入するべきだと思う。しかしこの2戦には導入されることはなかった。なんででしょうね?目新しい技術でもないんですけどね。用意できないことを容認している時点でダメだと思う。北朝鮮の監督でもないことでこれだけ意見してるんだ。次回からは導入されると期待しよう。この会見ではまた色々あったようですね。その記事を見てみよう。一部抜粋してお伝えする。神経を逆なでするような媒体、北朝鮮女子代表監督が韓国メディアの質問を拒否、終始異様な会見は最後に拍手も。 2.28 五輪アジア最終予選女子第2戦、日本2対1北朝鮮国立、通訳を遮るように自ら語り出した。試合後の記者会見、最初の質問で韓国紙東亜日報の記者が質問をすると、質問を日本語に通訳している途中で朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮女子代表のリュイル監督が口を開いた。申し訳ないが、神経を逆なでするような媒体ということで今の質問にはお答えできない。会見場が凍りつく雰囲気の中、続いて日本メディアがフェアプレーに関して質問。指揮官は、スポーツ選手としてルールを尊重する、審判の判定を尊重するのは大事なこと、道徳的にも倫理的にもルールを守るのは大切なことと強調した上で自身の見解を述べた。司会者が、もう一問だけ良いかと尋ねると、指揮官自ら、朝鮮新報社の記者でいいかと拒否する記者を指名。勝利を目指して最後まで走り続ける選手の姿に感動した。3000人の同胞が応援に詰めかけ、熱烈な応援をした。3000人の他にも日本各地で同胞たちが熱い応援を送った。その同胞たちに一言お願いします。質問を聞き終えたリュイル監督は言葉に詰まり、涙をこらえながら小声になって答えた。日本全国から声援を送ってくれたサポーターの皆さんに良い結果をもたらすことができず、申し訳ない気持ちでいっぱいだ。さらに良いプレー、良い試合をお見せできるように努力したい。会見場では指揮官の言葉が日本語に訳される前から拍手が湧き起こるなど、終始異様な雰囲気で10分余りの短い記者会見は終了した。ある意味、日本よりも必死になっていたからな。会見で監督が涙ですか。なかなか見ないシーンですよ。そうだな。北朝鮮の選手たちはいろんなものを背負ってたんだと思う。声援もすごかったですね。結構な人数が応援してましたよ。事前にゴール裏3000枚が完売していたことは分かっていた。そんなに人は来ないと予想してたが、実際は席が埋まっていた。一体普段はどこに住んでるんだってくらい人がいましたね。それだけ日本は平和な国だってことさ。そうなんですかね。じゃあ仮に向こうの国に入国してあんな声援をくれると思うか。怖くて声出せないし、そもそも入国したいとも思いません。そういうことだ。しかしこの会見は異質だな。おそらくリュイル監督は質問にハングル語で答えていたはずだ。
最後の質問で通訳が訳す前に拍手が起こったということは、会見場の何割かは北朝鮮あるいは韓国の人が占めていたということになる。先ほどの観客もそうですが、制限はあるものの向こうからこちらには来れて、こちらから向こうに行けない制度っておかしいですよね。その点についても話したいが、だいぶ話がそれるのでやめておこう。ネットの反応も見てみましょう。まあ、審判の判断に一任している時点で、試合に負けた時に自分たちに不利に働いていたんじゃないかと思ってしまうのは素直な気持ちだと思う。ただ、アウェーでゲストだからという理由で尊重を求めるのは違う。そこも排除して、客観的な視点で判断するのが公平というもの。監督のこの言葉は、ホームでの有利な判定を容認し支持しているからこそ出る言葉。その考えの人間に公平を語る資格はないと思う。公平を語るなら、ホームの有利、アウェーの不利どちらも悪としなければいけない。精神は判断できない位置だったから主審がゴールを認めてしまった場合、 VAR がないためゴールが認められた可能性もゼロではない。その場合は日本側が同じような反応だったでしょう。審判を守るためにも、少なくとも国際大会では VAR を標準にしないと。現地で観戦していました。前半の日本側ゴールラインすぐ横の席でしたが、剣のプレーの際に副審はコーナー間際のゴールライン延長線に立ち、四股を踏むような体勢でボールがゴールラインを越えるか凝視、きっちり見ていました。副審がゴールの旗を上げないように祈るような気持ちで見ていましたが、そのままプレーオンでしたのでほっとしました。間違いなく副審は正しい判定をしていたと思います。かの国は判定に逆上し、ひどいと審判に暴力ということをサッカーに限らず他の競技でも行ってきた経緯がある。その中でこの監督の言うように、昨日は抑制の効いたプレーに全力集中するいい試合だったように思う。 VAR についてはどちらにとってもすっきりするよう導入は急いだ方がいいように思った。意見にあったが、確かに審判を守るという意味でも必要な仕組みだと思ったな。両チームともに納得する判定をすることはできないかもしれませんが、客観的な事実として見ることができますよね。そうなればある程度の抑止力が働くからな。国際試合での標準化が待たれるところですね。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。